1968年の南海ホークスでは、1968年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の23年目である。南海一筋で22年間式を取ってきた鶴岡監督は、チームをもう一度優勝させると宣言し、アメリカからマーティキーを獲得。またドラフトでも高畑堂博士が入団するなどして、 戦力を一新したが、前年23年ぶりの B クラス転落の影響も、あり4月は近鉄に6ゲーム差を離された。それでも、不動の4番、野村克也やこの年31勝を挙げた、皆川睦夫の活躍で5月以降順位を上げていくと、阪急とシーズン終盤まで、マッチレースを展開。10月11日の近鉄戦に勝てば優勝だったが、近鉄のエース、 鈴木刑事に打線が沈黙し、痛恨の敗戦。結局2位で力尽き、鶴岡監督はシーズン終了後、川勝伝えオーナーに辞表を提出。最終的に優待が了承され、鶴岡は23年間の監督生活に別れを告げた。公認の監督には1967年まで産経の監督を務め、この年からヘッドコーチとなっていた。 飯田だとが就任した。この年入団のキーオは、剣とハドリの穴埋めとして期待され17本塁打を放つものの打率が伸びず、鶴岡監督の優待と共に退団した。対戦成績では5位の西鉄と再会の投影に大きく勝ち越したものの、前日の近鉄には5分で終わった。ありがとうございます。